続いての問題、じじゃん。秋に美味しい魚といえばサンマですが、サンマを漢字で書いたときに真ん中に来る文字は何でしょうか。あれ、奈々たんは書けましたよ。書きました。はい。そのさやね、わからんかったときにじっくり時間かけるやめてくれん。何ですか。なあ、これまラジオやから。はい。なあ、家でその家族とやってる勉強じゃないんやから。はい。シャッと書いてくれんと。いや、その喧嘩やめてくださいよ。喧嘩じゃないや、教えてやってるだけよ、わしが。うん、ラジオテレビごっつい睨んだよ今。マジックに蓋しながらごっつい睨んだよ。それはせかすからね、そらそうなりますよ。